三、はい。鳥の木からお届け、札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌人図鑑、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは携帯マニアの山田達郎さんです。はい、山田達郎です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。本業ももちろんあるんですけれども、今日は〇〇評論家カテゴリーで、ご登場いただきます。携帯マニアということで、今日もなんかいろいろなんやらいっぱい持ってきていただいてますけれどもね、これを見せながらお話を伺ってまいります。山田さんにも3つのキーワードご用意をいたしました。はい、こちらになります。じゃん。評論家とは違います。かつては軍手も集めてました。シリと遊ぼう。はい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。はい、初めに評論家とは違いますということでね。はい、要するに携帯評論家と違うんですよ。今日もなんかいっぱい持ってきていただいてるんですけど、もともとなんでそういうこう携帯とかモバイル系のものを集めるようになったんですかね。はいはい、大昔サラリーマンをしていた時に、まあ、結構売れっ子でございまして、会社にほとんどいない手ずっぱりでもございまして、うん、でお客様から前早く携帯持ってと、言われましたが、当時はまだ高嶺の花でございまして。まだショルダーですか。いや、ショルダーはもうとっくに終わってましたけど、ま、まあ、新品で買うとやっぱり9万10万とかっていう時代で、個人ではとても持てないと、で会社に持たせてけれって言ったら、まあ、今より売り上げ10倍ぐらい上げたら持たせてやると、ね、とりあえずはポケベルだと。でポケベルを、まあ、当時稟議書をあげまして、自ら猫に鈴をつけて、でとりあえずポケベルを持ったんですが、それでもやっぱりすぐに緊急連絡取れないということで、当時中古の携帯を4万いくらで買ったのが最初の1台目。自腹で。はい、自腹で。でしかもこっそりと思ってで特定のお客様だけに教えてでないとか、維持費も大変だったもんですから、ね、こっちからもあっちこっちかけるわけにはいかないっていうのがあって、こっそり持ったのが最初。で次に、いわゆる PHS が最初登場した時に、あ、これでちょっとかけまくられるかもしれないと思って、それも出始めに NTT パーソナルの PHS を2台目持ったんですね。はい、でそうすると今度やっぱドコモの携帯も欲しいなと思って、今度ドコモの携帯も持って3台目、でデジタル通貨っていうのを今の、まあ、ソフトバンクですけれども、最初に北海道でデジタル通貨っていうのも始まって、それで4代目、で気づいたらなんか知らないうちに早くも4台持ちになってて、でそのうち機種変更とかするようになると、なんか端末がもう7台ぐらい手元にあって、でそれをたまたま写真にパチッと撮って、コレクター始めましたって見せたら、じゃああげるとか言われて、なんかどんどこ集まりだしてでなんか知らないですけど、何でも私収集癖があって、気がついたら数十台で、多分正確には数えたことないんですけれども、いわゆる展示模型モックというのも含めると、多分500台以上大きな段ボールで何箱もあってもう厳密に数えたりとか分類するっていうのも100台ぐらい以降は全然もうやってないんで、正確な数は分かんないんですけども、多分北海道では一番と自負してます。ただ全国的にはね、1000台以上持ってるっていう人はいらっしゃるんで、まあ、上には上がいるっていうのは分かってます。まあまあ、あれですね、本当だったらその500台ぐらいだーっと並べたのの写真一覧欲しいところですけど、なんか段ボールにしまったってそこまで見てないらしいですね。ただ初期型ムーバーは全部持ってます。ただショルダーフォンとかこんなベッド箱みたいのはないんですけれども、いわゆるアラーム、アラームになりました。大丈夫です。いわゆるムーバーのシリーズは最初の、D と N と P とあと F、全部持ってますし、あといわゆるセルラーの、モトローラーのマイクロタックって黒い蓋付きのカパッと開くでしかも赤い、筋 LED の赤い文字の、文字盤のとかあれも動く状態で持ってます。あ、そうなんですね。はい、あ、ちゃんと動く状態で持ちなんですね。持ってます。ただ最近ね、充電してないからもう電池死んでるかもしれないですけども。
ただ持ってたってね、別に何も使えませんから今ね。あの三台持ちっていうのはかなり早いうちからオイラになってた、周りに誰もいない頃から、はい、そうですね。今でこそススキのお姉ちゃんは、ね、複数台持ち当たり前ですけど、まあ普通の人でも2台持ち3台持ち当たり前ですけど、あの当時は本当、うん、変な人に思われましたね。変わってんね山田さん。いや、というか陰で悪いことしてるのかとかですね。まあいろんなことを言われてましたけども、まあ、あの当時から綱渡りで複数台を維持していったおかげで、はい、まあ、その通信コストは常に見直しをして、はい、まあ、体感的にあのどうやったらいかに安く全部維持できるかということで、はい、そこがいわゆる評論家の方とは違って、はい、一緒にしないでよ未然に切って維持してま す, てますから、はい、もう大変なんです時々最近止まりますで、まあ、複数あるんで、はい、まあ、必ずどれかでは連絡がつきます。はい、でもそうやって体感していくというところが、はい、やっぱりこうあの評判に評判を呼んでですね、はい、あの本業以外にもそういうところであの相談されることがすごく増えてきて、はい、まあ、ちょっとこうコンサル的なこともするぐらい、ずいぶんあのたくさん使う方から、はい、あの相談を受けてらっしゃるのでね、あの今皆さんあの家族全員1人1台持ってる時代になりましたんで、うん、はい、あの意外と通信コストっていうのはかかっていても無頓着な方が多いんです、うん、これぐらいになっちゃうのよね、はい、諦めちゃって、ね、はい、ところがそこをちょこっと見直すだけで、はい、まあ、月に例えば2000円下がっても年間2万4000円 で, す、ね、で月に仮に1万下がると年間12万円ですね、はい、こういう実はコストダウンをちゃんと見直すことによって、はい、結構多くのお客様が通信コストを下げることに成功してます、うん、で私はこれを今あのコンサル的にアドバイスするっていうのも私の一つのサービスとして提供してございます、はい、でつい数ヶ月前もまたまたまスマホがぐちゃぐちゃになったっていうご紹介をいただいて、うん、でところで通信コストどれぐらいかかってますって聞いてみたら、はい、なんと月に今時ドコモ一つで、はい、最低2万5000円から3万円も払ってるというね、超ヘビーユーザーの方がいて、ただよくよくあの請求書の内訳を見せていただいたら、はい、かなりの無駄があるということが分かりまして、うん、でその方にはまず、スマホドコモはやめて、はい、それはガラケーに戻して、はい、ただし、スマートフォンのまんまで、話し放題オプションをつけておいて、はい、でドコモ同士はドコモ、うん、で、でスマートフォンは、まあ、もっとより簡単な iPhone にしましょうと、うん、で帯広の方だったんですけど、うん、帯広あっちこっちのショップを電話かけて聞いて、条件が一番いいところ某家電量販店で新規契約なんと1万キャッシュバックっていうところがあったんです。はい、あの新規契約でキャッシュバックって当時すごく少なくってなくって、うん、でこれはこれで買いましょうって言ってそこへ行ってまず、iPhone を、ソフトバンクで契約で、はい、iPhone 同士あソフトバンク同士はこの iPhone から通話してくださいと、でちょうどそこでウィルコムを同時に申し込むと980円だけで3年間、月500回10分間500回話せますよっていう、じゃあそれも契約で結果的にその方は3台持ちになったんです。3台持ちになったんですが、はい、私が全部通話プランを見直して、はい、その、ウィルコムの980円も合わせて、うんうん、多分これでランニングは1万3000円以下になりますよと、うん、その方は最低2万5000円から多い時で3万払ってた方、はいはい、まあ、その方が、逆に3台持ちにすることによって多分私の予測で1万3000円前後に収まりますと言って全部取り替えていただきました、はい、結果3ヶ月後その方が札幌に来て、はい、いくらになりましたって聞きましたら、はい、1万円で収まっているということで、私はその日お昼ご飯、ステーキをごちそうになりました、はい、それはおごりたくなりますね、はい、ねえ、はい、そんなに違うもんなんですね。で、まあ、あの、あとよくありがちなのが、はい、まあ、お子さんが大抵の場合ヘビーユーザーで、お子さん一人で1万とか使ってるってこれよくあるパターンなんですね、はい、それは実は契約時に親御さんが、はい、とにかく一番安いプランにしなさいって言って、無料通話が少ないプランとか、あの、なんか知らないけど最低課金のプランにしておくことによって、逆にそのはみ出した通話量が多くなってるとか、ただ最近のお子ちゃまは話さない代わりにパケットでガンガン落としてたり、あるいはいろんな知らないうちに有料コンテンツを買ってて、それを解約しないで使ってもいないコンテンツが月に1000円2000円3000円とかって、あるいはある人はお買い物してたんです。今時はあのお財布携帯買い物できちゃうんですね、はい、で
毎月なんか買ってて、それが4000円とか8000円とか請求来てて、でそれ気づいてないっていう方もおられたりして、はい、結構そういうヘビーユーザーのところを見直すだけで月に数千円単位で安くなるっていうのはザラなんです。うん、あるいはそのヘビーユーザーの人が誰と話してる、どういう人とやり取りをしてるかっていう、そこの使いこなしを見直すだけでも、はい、ガクッと、まあ、毎月のコストが落ちます、はい、だから通信会社を変えなくても、今だと例えばちょっと話題になってますけど LINE、はい、これを使うと、まあ、無料通話でキャリア関係なくタダで話もできますし、まあメッセージも、まあパケット定額の範囲内で何本やり取りしてもタダですし、で電話番号変わろうが何しようが、その LINE ID っていうのを教えておくだけでとりあえずはつながってられますので、うんうんうん、今乗り換えてメールアドレスが変わるとか、うん、まあ、場合によってはまるっと切り替えて電話番号も変わるとかありますけれども、うんうん、それも LINE ID っていうのを登録しておくことによって、うん、そのまま同じ ID で、同じお友達とは引き続きやり取りができたりしますの で、 そうらしいんですよ、ね、なのでアドレス変わるとかあんまり抵抗なくなっちゃった、はい、だからあるいはメールもそれこそクラウドの G メールとか、うん、いわゆる、キャリアとかネット回線に関係ない、アドレスを広くお友達に教えておけば、うん、全然乗り換えも関係なくなりますので、うん、私はそういう使いこなしの部分も含めて、うん、乗り換えとか切り替えとか、はい、あるいは足して増やして逆に安くする、はい、こういうアドバイスをしてます。でそれもできるのも自分でこのように、いわゆる全部持ちと言ってるんですけど、大変なんです。最近はスマートフォンは何台持ちじゃなく何枚持ちって言ったりします。そうなんですか。今減らして3枚なんですけど、以前5枚で、友人にはトランプ持ちって、実際こうやって点切って見せたりとかね、こんなパフォーマンスをしたりもしましたけど、バカもんでございます。今日時節柄、私がまだガラケーなんで、iPhone にしようかどうしようか、ドコモのガラケーなんですけどどうしましょうかって話をしましたらですね、これで20倍ぐらいお話を伺いました早送りしてもこの札幌静かに入らないということで、はい、今日はこれぐらいにしておきたいと思いますが、はいはい、とにかく、まあ、あれですね、携帯をもう未然に切って、はい、体感的に、はい、今いろんなプラン綱渡りで、毎月プランを見直しつつ、はい、維持しております。ノマドワーカーをされていらっしゃる、はいはい、どこでもオフィス、山田さんでございますが、はいはい、じゃあなんでこういうふうな、ね、携帯をコレクションするようになったのかなっていうあたり、ちょっと2つ目のキーワードで伺ってまいります、はい、2つ目こちらです。じゃん、